日本の映画館。第二次世界大戦後の1961年7月、京都府京都市上京区に独立館主による東方風切り館5番街東方として新築、開館、1963年には解消した。戦前から芝居後や映画館で賑わった西地築に現在も残る同築最後の映画館である。 1901年に、牧野正像が新築、開館した千本座とは、経営、歴史、場所のすべてが異なるものである。2009年の千本、日活建物の入り口第二次世界大戦後の1961年7月15日、京都市電線本線、堀川線の交差する千本中立売電停の南西に位置する京都府京都市上京区上長者町千本西いる。 五番町172番地に五番街東方として新築、開館した。同館は、1963年に田坂智隆が監督して映画化した水上勤の小説、五番町遊戯郎の舞台になったかつての五番町遊郭位置し、同敷地は同町の花町組合の事務所の跡地である。1958年3月15日に施行された、 売春防止法のために、遊郭は廃止され、同組合も、解散、同時に、西陣新地土地建物株式会社が、鉄筋コンクリート作り3階建ての映画館を建設、経営に乗り出したものである。東宝と風切り館契約をし、東宝が配給する新作を公開する映画館であった。冷暖房完備、観客定員数600名。 開館時の支配人は大島博士である。同社の本社は同館内に置いた。同館は西陣地区では最後発の映画館で、当時の同地区には日活直営の千本日活館、西陣小畜、西陣キネマ、東映直営の西陣入東映劇場、西陣大英国際劇場、北の東映、西陣劇場、大宮東方映画劇場、戦線映画劇場、 文化会館の住館がすでに存在していた。1963年6月、日活が当時の一連の資産売却の方針により、直営館であった千本日活館を閉館、翌年には田中不動産に売却している。同年、五番街東宝は、八形を千本日活に変更、経営元を千本日活と変更し、支配人も吉田忠夫に変わった。 同館は当時、開館以来3年目の新しい映画館であったが、西陣地域の映画市場はすでに縮小方向にあり、同年当時の同地域には、同館の他は、西陣小竹、西陣キネマ、西陣東映、西陣大映、戦線映画劇場、文化会館の6館になっていた。1968年前後には、 同館の経営は宮崎工業株式会社に移り、同社代表の宮崎三郎が支配人を兼務した。同社は現在に至るまで同館を経営することになる。1971年8月、日活が映画制作を中断、同年11月から日活ロマンポルノの制作、配給を開始、同館は成人映画館に切り替わる。この頃の西地区の映画館は、 すでに、西人キネマ、西人大英、西人小畜から、屋形名を戻した、西人昭和館、道館を含めて四館のみ、大手資本による直営館は撤退し、すべて地元の館主による、経営のもののみに減少していた。1988年には、日活がロマンポルノから撤退したが、この頃には、日活系は、西人大英が上映しており、道館は、 すでに他社系の成人映画の混営館になっていた。西人記念はが1984年に閉館し、同地区の映画館は、同館と西人大栄のみであった。西人大栄は、1992年に、東、梅田日活が、経営権を得て、シネフレンズ西人と解消したが、2005年5月31日に、閉館したため、以降、 同地区の映画館は同館のみになった。現在は、新東宝映画、大倉映画、新日本映像を3本立てで上映し、入場料は1階席500円、2階席600円で、ある。現在の経営は、引き続き宮崎工業、同社代表は、宮崎英氏、同館主配人は、辰巳智信である。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます五番外藤だからに、 関するカテゴリー、ありがとうございます。